っちゃ久しぶり。去年大学3年生の時の素材ぶりなので1年半ぶりくらいにアコスタでやるんですけど、言い訳なんですけどさっき弾いてって言われて今譜読みしたのでちょっと温かい目で見守ってください。あ、でも1回やってます、ね、1回やってるので。なんか1人でやろうと思ってたんだけど、やっぱりピアノちょっと何やろうかなって今日朝練習してて、でマリコちゃん隣にいて2曲ぐらい聴いてたと思うんだけど、いやなんかしっくりこないなと思って、ちょっとチートをさせてもらいます。ちょっと前もやったことあるやつなんですけど、天猫の歌をやります、はい、これずっと多分4人ぐらいいると思うけど、これ天猫の歌って思ったんだけどいるよね絶対。そしてちょっと今日せっかくなのでちょっと私からプレゼントがございまして、つまらないものなんですけど、シールを作ってさっき甲賀とか甲賀のとこにソータのシールがついてたり、さっきもう取れちゃったのに俺ここにドラえもんついてたりしたんですけど、ちょっとアコスタのロゴのシールを作ったので、すげえ、そう取ってほしいんだけど、たまに当たりとか外れがあるので、なんかインクとかにじんじゃってんのもたまにあるから、とりあえずなんか歌ってる間にみんなで回して一人一枚ずつ回してそう来てください。はい、なんかサイズとかいろいろあるから、でも触るとねちょっと指紋ついちゃうからあんまペタペタ触んないようにしてみてください。なんかいろんな、うん、で絶対余るからなんか余ったらタクトを物質置いといて、はい、あ、ちなみに俺はギターに1個ペタってさっき貼ってたんだけど、このスマホの裏に貼って、透明なシールだから結構クリアになるので、まあ、なんかどっか貼っといてください。はい、じゃあ天猫の歌みたいな。増えてゆく明日も
ほらまた期待をしてしまう、ぐっとこらえてみるからさ、もし溢れ出したら瞳をちゃんと見てよ、見てよ、見て、あなたの影だけ伸びてゆく、消えてしまわないで、ずっとこの想いは止まらない、いつまでも、いつまでも続いてほしいと願っている、手を取ることはできずとも、過ぎてゆく今に抱きしめられている、ありがとうございました。